ということでね、まあ、一息ついたところでの決勝ということになります、はいはい、うん、いやー非常に楽しみなんですが、まあ、大事なところをね一つありますよ、これね、はい、コース決定を荒井 P にお願いしたいと思います。これ責任重大なんだよな。じゃあちょっと引きますよ、はい、よく混ぜてね、今日はもうまんべんなくねいろんなところも出ておりますので、はい、よく混ぜてどこが出てもおかしくないんですが、はい、今1枚拾いました。はい、はい、さあ運命の1枚はどこでしょう。薄い、いやー薄いが来ました。なんか今日はそういう日な感はありますね、はい、薄いの日でしたね今日はねやや薄いでということで、はい、右回りに決定しました、はい、さあいよいよ東海大会峠バトロアも残すところこの一戦ということになりました。まさにここが桶狭間、四つどもえの決戦を制し決勝大会に進む2人は誰と誰になるのか。それでは参りましょう、峠バトルは決勝戦、カウント3、2、1、ゴー。さあスタートしていきました。さあ4社の、車種ですが、銀河の一田選手は S2000、 右上木戸六花選手は NB ロードスター、はい、KTS 波動選手は先ほどの試合に続きスリフトスポーツ、下上アンダー選手は S2000 と、まあ、先ほどから同じと構成ですが、まあ、一つ注目は軌道六花選手の NB ロードスターですかね、うん、そうですね、スイスイ抜けていくので結構ブロックはされにくいかなっていうのはありますね、はい、うん、一方で、まあ、薄い右回り先ほどからその終盤もつれる混戦になるケースはありますので、はいはいはい、まあ、そこになると一つちょっと分が悪いと言いますか。そうですね、うん、やっぱスイス層が結構速度の上がりがいいので、はいはい、それについていけるかどうかっていうのはありますね。さあこの反撃を塗って先頭に立っているのは KTS 波動選手、先ほどから KTS 波動選手は1位を取って、まあ、守るという展開が多いので、まあ、その必勝パターンに持ち込めるといいですが、まあ、ここも抜け出してますね、大きいですね、はい、さあそこの、反撃を塗って2位に上がってきたのは、軌道六花選手というところですが、いやここのいや KTS 波動選手、まあ、ブレーキを使ったブロックといいますか、ブロックラインがすごい上手いですよね、先ほどから。うまいですね、安定感もありますね、安定感もありますね、はい、1周目最後の S 字コーナー、ここも速度を調節しながらうまくミドルラインをキープする、うん、ただ一方でその車体の小ささ、コーナリング性能を生かして今軌道六花選手が前に出てきましたね。いや速度の差で抜き返されましたね。ただ抑える抑える、おあっと少し壁に押し込まれてきたな軌道六花選手、ただまだ中盤ですので、そうね、ここからどう巻き返していくか、まあ、あと、まあ、展開を見るにもう KTS 波動選手が一つ、まあ、部がいいというのはみんな分かっているところなので、ここどう考えるかですよね。そうですね、うん、まあ、仕掛けるのか2位を取りに行くのかっていうのはありますね。一人抜けてる人がいるので そこなんですよね、はいはい。さあ、そうこう言ってるうちにですね、やはりちょっと KTS 波動選手後ろに行く時間が長くなりましたね。今そうですね、ちょっと無理をしない展開に持っていきましたね。さあ今先頭走りの銀河の人か選手、2位から上がってくるのは誰か。さあ S 字コーナー立ち上がって前に行くのは、前に行くのは抑えたか、いや、さあ3ワイド、これ怖い。さあラストスパート、あ、ここで前に来たのは木戸中選手、なんと、ああ KTS 波動選手が4位に下がる。ここから逆転するシナリオはあるのか。サシーの121飛び込んでいくが、いやもうこれは今までしかない。お、さあ KTS 波動選手が巻き返してきたか。さあインアウト入れ替わって誰が先頭に来るか。開いたが、開いたが、いやっ、おお、シモシンアンダー選手が来て、後ろは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 、どうだった。さあ、さあこの東海大会優勝したのはシモシンアンダー選手、そして2位で東京への切符を勝ち取ったのは軌道六花選手です。おめでとうございます。おめでとうございます。すごかった。すごかった。